4回に176キロ弾丸右前田も、一発逆転の後期で空振り三振。マーリンズ2レイエンゼルス、日本時間29日アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、本拠地マーリンズ戦に3番指名打者機で先発出場し4打数1安打だった。4回の第2打席で13打席ぶりとなる右前田を放ったが、3三振。 チームも280日ぶりの完封負けを喫し、3連敗となった。大谷は初回の第一打席は空振り三振に倒れ、4回戦闘で迎えた第二打席で、20歳のゴーワンペレスの97.4マイル、約156.8キロ、そのフォーシームを捉え、打球速度109.6マイル、約176.4キロ、その右前打を放った。しかし、第三打席は左腕ナーディーのスライダーに手が出て空振り三振。 2点を追う7回 2C1、2塁では2番のトラウトが申告敬遠を受けた後に打席に立ったが、この日、3つ目の空振り三振で後期を生かせなかった。チームは先発サンドバルが6回8安打に失点の念頭を見せたが、打線が勢いに乗れず、2022年8月21日、同2日、以来280日ぶりの完封負けを喫した。マーリンズに3連敗で貯金は、2。 よく29日、同30日から敵地でホワイトソックスと対戦する。どうにか流れを変えたいところだ。新しい解説。大谷は一回休ませた方がいいな。DH の選手が打撃で不調となるとチームにとっていいことはない。トラウトもこれからの連戦で疲れも出てくるし、2.3試合は次の当番日に向けて調整してもらって、その間はトラウトが DH やるなり、 疲労が見える選手が枠を使えばいい。不調の選手に DH 固定させるほどエンゼルスは今余裕ないと思うよ。大谷もチームで勝ちたいと思うならそうした方が理にかなってる。新しい解説。トラウト選手にも大谷選手にもチャンスで回ってきたのにそこで一本が出ないのが大きな敗因ですね。それ以外にも何度かチャンスはありましたが、それをことごとく壊している打線では勝てません。今日の先発。 サンドバル投手の内容もリリーフの内容も悪くなかった。打線との噛み合いが今良くないですね。次のホワイトソックス戦からチームの雰囲気を切り替えてほしいですね。大谷選手もトラウト選手も二人が不調なのは痛いなこのマーリンズ戦。悪くても一生はできると思っていました。残念な結果です。新しい解説。今日は大谷翔平は休ませると思ったが、 監督も以前に休ませる効果で打ち出す。と、言っていたからな。10連戦の2戦目でし、昨日は投げてもいる。昨日はもし、9回に大谷翔平が打ってさよなら勝ちなら、きっと今日も勢いで勝っていたと思うよ。流れってあるからな。優勝するチームはミラクルが何度か起きるもんだがな。新しい解説。大谷は1安打こそ放ったが絶不調であり。 何よりもここ数試合の得点のチャンスに全く打ててない。ランナー二塁でトラウトを申告敬遠で大谷と勝負で大谷は三振。まあ私が指揮官であってもそうしただろうな。大谷は悔しいだろうが、今の大谷には怖さがないし、どう投球すれば三振が取れるとまで読まれている。大谷が休むと言わないから、出場させるのだと監督が言っていたようだが、多分、体力的にも精神的にも疲れていると思う。 強制的に1から2試合、休ませてやってくれ。新しい解説。昨日の今日です。モチベーション維持も大変だとお察しします。心身フレッシュではないから瞬発系の打撃ははっきり不調の波に飲まれてきました。積極的に外して休養を。大金稼ぐを一義にはしていないのだし、出ずっぱりはパフォーマンス下げるだけです。休んで、走って、ウェイトして寝てまた頑張ってほしい。 新しい解説。なんか、去年の14年配の時と言っていることが同じだな、しかも時期まで同じ。監督の采配が悪い。大谷はチャンスに弱い。トラウトも打てなくなった。大谷は疲れているから休ませろ。次は、大谷はオールスターに出ないで休むべきかなそして、アスレチックスとのボーナスシリーズの効果もあり、マリナーズが去年と同じような時期に上がってきて。 ワイルドカード争いの順位でもエンゼルスを上回ってきた。新しい解説。トラウタニのチームな上に細かく相手のいやらしいことができるチームでもないので、トラウタニがどちらも冷え気味では本当にどうしようもありません。このシリーズもトラウタニが温まっていればどっかで相手投手粉砕して試合決めれたで、あろう場面がしばしばありましたしね。新しい解説。大谷派しばらく休ませるべきだと思う。 疲れもあるだろうし、戦力的にも他の選手の方が今はチームに貢献する。それとピッチャーの時のリードもキャッチャーに任せてみてはどうか。一番近くで見ているキャッチャーが一番客観的な判断が下せる。新しい解説。打順本格的に手こ入れしないと残留一すがに多すぎ。3番にウルシェラとか持ってきて大谷5番にするとかしないと点取れないよ。 というか大谷最終打席左投手用の打撃フォームいつもと違ってましたよね。不審からなのか疲れなのか本格的にまずいように見えました。大谷の今後のためにも監督などが強制的に休むように言ってあげてほしいです。新しい解説。いよいよエンジェルスの快進撃始まったな。時期も昨季と同じだし。さて昨季の14年敗を破る記録は出るか。 ポストシーズンには優勝しかないよ。地区の勝率を見るとワイルドカードは、まず無理。ただただ打撃に任せた試合しかできず。学生野球並みの投手陣では、大雑把野球しかできないか。とにかく巧みな野球が全くできない。やらない、する気がない。ネビンの頭じゃ無理もないか。すぐ上に日本のようなチームがいるのにね。 今の大谷は完全に疲れだよ。本人が何と言おうと休ませる監督命令があっても良いと思うのだか。あ、これまたネビンじゃ無理か。新しい解説。昨年の流れを踏襲する最悪の空気になってきた。トラウト、大谷が打つべきところで打ってくれないとね。大谷は外に変化球投げと吹けば勝手に振るだろと思われてる。打ち気にはやるのはわかるが、 それに手を出してたら打てるものも打てなくなる。新しい解説。マーリンズ相手に、大谷サンドバルで連敗は痛いな。ウォードは完全にブレーキだな。どうしても去年の14連敗が頭に浮かぶけど、明日からまた切り替えてホワイトソックス戦頑張ってください。新しい解説。打順変えないとダメな感じ。大谷さん、絶不調だし、アーシェラ3番ぐらいだ。良いんじゃないですかね。 DH であの成績では叩かれますよ。自分素人なので、どこをどうしたら良いのかわかりませんが、今の大谷さんには誰もアドバイスもできない状況なんでしょうか。新しい解説。大谷は打席での構えを変えなきゃ HR 数の7倍は三振する。見ていていつも思うのは、バットの位置が高く、左脇が90度も開いてりゃ、打ちに行く際 バットの動きは重力と打性で思った以上にボールの下を通り、空振り三振。みんなは大谷をよいしょするが、少しは三振を減らすにはを考えて打席に立て。と言いたい。野球は頭でするもんだよ、翔平くん。新しい解説。悪夢の日始めまるのか。昨年と同じ時期からしかも寒風負け。怪我人多いし昨年と同じことにならないように祈る。 大谷もバッターとしてこの数試合調子足3割から一挙に打率も下げる。大谷の今後が早くも見えてくるのか。新しい解説。と言っても打線沈黙ってわけではなく、チャンスは何回かあった。下位打線も打てるのが去年とは違うところ。となると今日みたいに、得点圏でトラウタニが沈黙すると厳しいよな。新しい解説。大谷は残留やな。 本人がポストシーズン出たい。優勝したい。って言ってるが移籍して、競合チームに行けば、出ます。で、深刻スタメンで出れるわけない。終盤のチャンスで左腕来たら代打出される。大谷は試合が決まった展開とかでしか打てない。ビハインド時の得点圏打率が激低。打者はもうエンゼルスか。新しい解説。ここで大谷を批判するコメントをするとまずバットの嵐だったけど。 最近はグッとも増えてきた。あまりにも打てなすぎてさすがに。みんなイライラするよね。まあわかる。WBC で見せた集中力で、ここぞでそろそろ一本出してくれ。